あ、声かわいいね。一番声よ。キングダムの話を聞きましょう。あー、好き。俺大好きキングダム。タボさん、何でしょうか。2部ということで、うん、たつき大輝が交代で、うん、新しく2人入ってくるじゃないですか、メンバーが。1人やべえやついます。このオーディションぶち壊しに勝ってるやつがいるので危険です。どういうこと。怖いね。チャッスじゃねえ。なんでオーディションか。彼女を作ると思って。ダブルオーディション。ダブルオーディション。お願いします。ちょっと俺より先前。俺より先前。もう霞んでんもん、こうやって。お前こっち見て。どうぞ。ちょっとこっち見て。ちょっとこっち見て、みんな。やばいやつ。こいつが言う一言で。まだ話終わってんの。開会宣言お願いします。じゃあ開会します。何それ。何それ。何それ。いいの、それでいい。そんなんでいいの。もう少しやる。あ、もうやばいもん入ってる。これ緊張してるやつ。これこれ一部で皆さんガチ度もう童貞モード入っちゃってる。そうなんですよ。もうでもこれが僕のすべて。そういうことですよね。だからみんなあれよ、あの動画で見るとあ、もう取っ払ってね。こいつだから。すげー見てる。だから OK。 BPO の人だから。まあちょっとターボーさんはもう童貞モード入ってちょっと使い物にならないので、MC 僕が代行してやっていきます。お願いします。お願いします。コトカです。今日はちょっと千葉から来て。千葉のどこ。坊主アイナの端っこ。そんな顔したじゃない。あ、そうじゃない。アイナです。アイナさん。アイナです。すごいヘラヘラして舐めてんのかお前。おいおい、どうなるのこっちは。よあけみです。仕事はエステと。エステ。エステ。スノーボードの仕事をちょっとしてます。何モード。スノーボード。あ、スノーボード。スノーボード。どういうエステですかそれは。いやだから普通のエステよ。あ、普通のエステ。あ、いやマッサージないよ。あ、違うの。違う。違うから。どんどんつけ前出てるから。ジュラです。スナックで働いてます。スナックいいなぁ。コミュ力が高そうだね。そうなると確かに。あ、楽しく話せるかもしれない。あ、コミュ力かかってこいみたいな。低いもんね、お前。コミュ力低いね、ほんとに。大丈夫、大丈夫。じゃリードされたいですね。口ブル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 したお前。全員で4人です。4人。3人です。絶対嘘やん。そういうのやで。ダメで。心と心で話したいよ。2名です。2名って2人とかじゃなくて2名って。行きます、行きます、行きます。説明しておきますね。このバラ、大きければ大きいほどターボーさんの愛のポイントが。ポイントだろ、これ。バチェラージャパン制度。1名。1名。うわなんだよな。おお。ちょっと僕移動するのめんどくさいんでちょっと来てもらって。おお、王様スタイル。じゃあ、はい、これだ。なんでお前のポイントは管理されないから。僕のどこが好きでいてくれてるか。ここで僕はさっきもう照れすぎてこうなりました、僕は。はい、行きましょう。つまんない。つまんない。今マジでどうしたの。なんかずっと見ちゃってるというか、もう多忙な。目で追っちゃうんだよね。その目で合わせて、目合わせて。目そらしたら会話終わるからね。もう合わせ続けないと。本気でいかないと。本気でいかないと。目合わせたいと。ほら本気出して、そこでしっかりするんだよ。動画でしか見たことないんですけど、なんか好きだなっていうふうにこう思いになってきた。あー、本当にちょっと淡いが薄いですね。足りてないんじゃないのこれ。いやでも胸キュンしたな、俺はすごい胸キュンしたよ。パッと見こう冷たい人に見えるんですけど、笑った時とか笑顔がすごい可愛くてギャップにやられて。ギャップか。あれ見せてよ、満面の笑み。もうすごい。きつ。これいい。いや大好き。大好き。理由はないです。おう、おう、理由はない。逆に新しい。理由はない。好きな食べ物に理由がないのと同じような感じで、うん、まあ、気づいたら私も目を覆うようになってて。なるほど、なるほど。これすごいな。絶対好きだもん。少しだけ歌に自信があって。歌ってもらいましょうか。なんかワンフレーズ。じゃあ自分の得意な歌を。あなたの三日月で。ああ、いい。君がいない夜だってその枕もう泣かないよ頑張って。待ってんだよ。自分自身お菓子作りが好きで。一番得意なお菓子。
ちごタルトです。いちごタルト。タルトめっちゃ好きだわ。マッサージ。タルト好きなの。スターボさん疲れてたらエステちゃんなんでマッサージできる。それがでかいね。エステです。エステちゃんです。ちょっと今やってもらった方がいいんじゃないの。とりあえずお願いします。どうすればいいですか。横になってもらって。あんまそれでマッサージ受けるやつ見たことないけど。あ、すげえ。やべえ、ガチ。あ、もうちょっと弱めで。あ、気持ちいいね。ちょっとどんな感じ。ちょ、俺もやる。もういい。もういい。帰ろう帰ろう。お前はいい、お前はいい。高校の時に調理検定1級取ったぜ。魔王さんがサブチャンでバターチキンカレーの紹介してて、何気なく昨日作りました、バターチキンカレー。あれって、なにルーから作る。いや、もうなんかトマト缶買ってきて。聞いたことあるか、お前。ルーから作ってるやつ。高校が調理師の学校で。おお、すごい。調理ブロック。調理ブロック。調理ブロック。調理の俺さ、ロールキャベツが好きなんだよ。ロールキャベツ作ります。おお、え、ロールキャベツ作れる人いる。お、すごくね。おお、ほんとか。お前ら、ほんとか。逆に作れない人。意外だ。正直も見てる。こういうとこも見てるからね、うん、私は料理は普通です。はい、でも家事はまあまあ好きで、掃除が一番好きなんで、エスティスタジオさんの家掃除したいな。素晴らしい素晴らしい素晴らしい。欲張りなんですけど、両方やっぱり追われる方も方も好きです。追われるのは安心する、愛されてるなっていう。僕も一緒ですよ。方も方で、自分も一生懸命やるから、その分輝けるんじゃないかなと思って。なるほどね。ちゃんと理由がしっかりしてる。追いたいし、追われたいです。あ、両方両方もいい。めっちゃ好きって言いたいし、好きって言われたいし、もう、なんて言うんですか。あ、もうイチャイチャみたいな。でも続くかなんだよね。ずっと大好きだよ、僕もだよ、私もだよ、みたいなのって、なんかなんとなく続いてるイメージがないというか。まあ、うちのね、リボンさんみたいな感じで。確かにね。はいはいはい。ずっと見える、そういうの。よく見るって、いつ見たの。いい子なんでしょ。合わせる。合わせる。あ、そういうこと。場合は追ってもらいたいけども、追いすぎると多分しんどいってなると思うので。確かに。合ってる。合ってる。分かってる。見透かされてる。なんかもうすぐいろんなもの買っちゃいそう。1、2ヶ月してから。おお、結構経ってから。あー、結構経って。大体私も 1、2ヶ月ぐらい。はぁ、いちごタルト作ってるやつ、それないだろ。それはどうなの。確かに好きな人と私手をつなぐのも結構緊張しちゃうタイプなんで。へぇ、ちょっと緊張する者同士ちょっと手つないだ方がいい。そうなんですよ。みんな手やつすごいね。あっ、握手じゃないです。そうじゃないですよ。ということで、ターボーさん、これにて2部終了です。いや、終了しましたね。すごいテンパってましたね。いや、すごかったよ。過去一でテンパってる。見たことないよ、このパターン。まあでも、いよいよ最終審査の結果発表です。そうだよね。もう決まってるんですか。決まった。本当に、あれだわ、みんなからこう言われる。いや、お前。人数増えるとすごい。緊張感すごい。最終審査へ通過する3名の方にターボーから、お花が渡されます。うわー、なんかすごいやん。すごいな、すげーな、これ。こいつの背中しか映らない。おめでとうございます。おめでとうございます。あと1個です。こうしてたよ。どうぞ。おー
じゃあ以上の3名がターボーさん最終審査デートということで3名選んだんですけど、こんな僕のために遠いところからわざわざ来てくださって本当に参加してくれた皆さんに本当に感謝しています。今日は来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。お見送りしないと。お見送りしないと。ここはターボーさんお見送りのお時間です。ありがとうね。ありがとう。テレビだな。もう僕にいい男つかめて自慢しに来るんで。はい、その時は頑張ってください。はい、かっけー。幸せになってください。いい人やな。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。またね。ありがとう。いいね。すごい感動したよ。よかったね。なんかすごいいい番組だったこれ。番組じゃない。普通の人とはやっぱ違うの。共同作業というのはね、もう険しい道のり。あ、めっちゃエンジェルやん。すげえ。崩れちゃった。すごい。